ます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うわすごい。はい、どうも小籔和也です。お願いします。ありがとうございます。すごいな。ありがとうございます。小籔さん、はい、芸能界の頂点に来ましたね。いや頂点じゃないです。もうあと終わるだけでしょ。はいはい、早いですよ。いやー、早いです。すごいですね。いや、本当に今日ですね、はい、まあ、滑らない話の MVS チャンピオン大会という時も、はい、大概ハードル上がってましたけども、はい、今日かなりハードル上がってますよね。見てくださいよ、 NGK ですよ、はい、お笑いの殿堂の。かつパンパン入っていただきまして、ありがとうございます。本当にもう皆さんすいません、本当に。えらなりましたね、ほんまに。いや、ほんまえらなりましたね、はい、僕なんて8年ぐらい前、吉本新喜劇入った時に、はい、まあ、某ファミレスで地面ばっかり磨いててですね、はい、本当にここに出てきても、まあ、セリフも一言ぐらいで吐けるだけの男がですね、はい、NGK の真ん中でですね、僕ら二人のことを見るためにこんだけお客さん来てくれるなんて本当に嬉しい限りですけども、いや、ただ今から何の話すんのっていう感じがありますけどね。だから言うときますけど、今日は滑りますからね、ほんまに。いや、それはある意味ええもん見て帰るんじゃないですか。いや、もう正直ね、はい、NGK でやるって聞いた時にやめとこと、うん、いろんな意味で誰も得せえへんと思うと、うん、いや、そんなことないですよ、ね、大阪の皆さんにもこの番組ね、見ていただいてる方々もいらっしゃるでしょうから。そうなんですよ、はい、まずここまで入っていただけるとも思ってもみひんかったし、僕のリアルな予想、1回が6割埋まるで終わると思ってました。そうそう、はい、それがこんだけ入っていただいてね。それもこれもやっぱりね、うん、年末のチャンピオン大会でこの男が優勝したということでございます。素晴らしい。ありがとうございます。グランドチャンピオンですよ。そうですよ、ね、はい、もう言えばそうそうたるメンバーの中で1位というのはもう、いや、完全優勝ですもんね。取った時に、はい、もう売れたなと、うん、言われたんですよ、はい、でね、僕、まあ、小籔さんも、はい、あれ終わってから、うん、控え室に行った時に、うん、兵庫さん売れましたねと、はい、言っていただいたんですけど、はい、なんか俺多分年明けからすっすごいこの風が吹いてくんのかなと思ったんですけど、はいはいはい、無風状態今2月現在。いや、だから売れるとか焦るんですよね。あ、だからこの前撮った時も、はい、いただいた時も年末やったんです、はいはい、その時に、正月の日経エンターテインメントに、うん、今年ブレイクするだろう芸人って言って取り上げられたんです。あ、へえ、すごい。その時にね、あ、焦る焦る、8月ぐらいになったら全然ブレイクしてねえやんみたいな、この感じの無風でいったらやばいねと思いながら。なるほど、まあゆっくりゆっくりね。そうですね、声かけていただくのありがたいんですけど、はい、返しにくい声のかけ方やめていただきたいんですよ。どんなんすかね。この前歩いとってバーって来て、はい、白浜でも行くって言われたんですよ。いや、それ俺ちゃうし、いや、行けへんしってなるじゃないですか、はいはいはい、俺もねえ言いながら行くしかないわけですよ。なるほど、なるほど。ね、遠くから、ものすごい遠くから中学生が、はい、行っとへーって言われても追いかけるわけにもいかんし。そうですね、ね、はい、あだしか言えないわけですよ。言うたら偽物の偽物ですからね。そうですよ、僕偽物ですから。本物はまだ別にいらっしゃるから。ええ、僕ら本当にまあ、なんていうんですかね、 MVS いただきましたが、特に別になんかね、はい、劇的に変わることっていうのももうありましたけど、はい、現に東北地方で顔さすであるとか今までなかったから、ね、はい、新劇でこう名古屋から東には一応オンエアしてるところって言ったらもう山梨と青森ぐらいやんですよね。だから中国地方とか四国地方とか九州地方行ったら僕も本当に座長来ましたよって感じなんですけど、本当に静岡あたりではもうエラシーンというか、本当に誰やねんの嵐やったんですけども、それもまあちょっとこの番組がねすごいですから、そのすごい番組の中に出させてもらって、ちょっとこうあってなことね言っていただくようになりましたけども。いやー、でもありがたい立ち見の方もね。ねえ、ほんまに。いや、怒らんといてくださいよ、なんか終わった時に今日思んなかったなみたいな。いや、滑らない話は、はい、とはやっぱこれちょっとちゃいますよね。違います、うん、だっていつもは、はい、フジテレビの正直80人ぐらいの方の前でやってるんでしょ、うん、そうですね。今日11倍ぐらい入ってるでしょ。そう、いや、そんな細かいところは分からないでまあまあ、それ880ですから、ね、まあそんなもんですか。だから今の笑いが、はい、今のわーってみんながわーって笑ってくれたんが、はい、滑って
理義に、うん、ちょい受け、うん、ええやんこれっていうのにカテゴリーするならば、うん、はい、どこに入るかで、うん、今後の1時間何分は決まってくるわけですよ、ね、なるほど。ただそうですね、やっぱり僕らこの土台半芸人でビビり倒してるから、はい、さっきからネガティブ発言しか出てこないですよ、ね、やったぜとか笑かすからなとか一言も出てないですよ。だってね、はい、だってプロデューサーからもうすでにマイナスなんですよ、うん、セット見てくださいって言われて、すごいですよ、うん、追悼番組みたいですって言われた。二人が一気に死ぬことある？何でしょうか、大阪からね、滑らない話出るために乗った飛行機が落ちたとかそういうことでしょうか。可能性としてはありますけども、ね、だからやっぱプラスでいきましょうか、そうですね、最近ね、はい、あの奇跡的なことが結構あるんです。ありがたいですね、笑いの神様もちょっとついてくれてはんのかな、もなんか僕、うん、おみくじとかも、うん、昔言いませんでした、あの涼太っていう男に無理やり引かされて、俺大吉やったのに無理やりもう引けや一緒に来たしって前に引いてるんです僕、うん、大吉やったんです引きたなかったのに、お前ノリ悪いな引けや言われて、でもう分かったってこうやったらこのちっちゃい穴からゴキブリ出てきたんですよ、ね、その奇跡があったんです。今年、はい、まあそんなこと二度とない思ったけど、風呂を思ったらカッピカピの米粒が出てきたんですよ、次はね。へえ、ね、なんでこんなね、はい、奇跡的な話っていうのがあるっていうと、うん、ちょっと喋らせてもらっていいですか。全然どうぞ、もう喋ってくださいよ今日は。そうです、黙っとってくれとは思わないですから、はい、あの米でね、あとあのそれはね、うん、あのおみくじね、はい、今年ね引いたんはちょっと後なんですけど、うん、あの伊勢神宮に行ったんです。ほう、で、いいですね、パワースポットじゃないですか。ですね、はい、よく言いますよ僕ら芸人世界では。小籔さんもパワースポットもあんま好きですよね。全然ですけど、もう去年は出雲大社行って伊勢神宮子供と行きました。うですね、はい、あの出雲大社のやったら日帰りで行きはったんですね。そうです、弾丸ツアーです朝7時に出て昼の2時には帰ってきたという、ね、すごいパワーをいただいて帰ってきてはるんですね、はい、それを聞いてたから、この番組の時に、はいはい、で、俺らパワースポット行ってみようかと、ほんで1日だけ休みなんですよ、うん、で前日は夕方まで仕事やったから、うん、で、とりあえずもう終わって夕方終わってからもう車で三重まで行ってもうって、うん、泊まって、はい、ね、ほんで、次の日朝一から行こうと。いいですね、伊勢神宮にね、うん、ほんで泊まりに行ってホテル行って、うん、ほんで天然温泉が湧いてるって、うん、嫁ものすごく温泉好きなんですよ、うん、ほんで一人で入りに行って、うん、で子供でわーっと遊んどったらメモありますやん、うん、ホテルのボールペンとかと、はい、で子供がバーっていたずら書きしとったんですよ。でバーって見ててなんかもうぐちゃぐちゃですよ、はい、ほんで何書いてんのって言ったらパパって言うんですよ、ね、もう初めてパパの顔を描いてもらったんですよ。嬉しいです、ね、でその紙嫁はまだ描いてもらったことないんです、うんうん、で嫁が帰ってきたら嫁がもうイラつくぐらい自慢したんですよ、うん、初めて描いてもらったパパの顔と、ね、でこれ大事にしようとか言って、うん、でそのカバン、それをカバンに入れてたんです、うん、これ覚えててくださいね。カバンの中に初めてお父さんの顔を描いてもらった、はい、入れてた、入れてました、はい、ほんでこれは閉めた、うん、ほんで次の日朝一になった、うん、ほんで下宮と内宮があるんですね、はいはいはい、伊勢神宮って、はい、で下宮から回らなあかん、はい、で次は内宮に行くと、はい、で車で移動しなあかんぐらいの距離なんですよ。遠いですね。でとりあえず下宮、下宮ですか、まあ、まあどっちかは内宮や思ってました下宮、下宮、はい、で、まあ、その30分ぐらいで終わるんですよ、うん、でねわーってうろうろして、あこんなんか思って歩いとったら家族の、家族4人家族がね、うん、お父さんお母さんと小学校5年生ぐらいの男の子と4年生ぐらいの男の子かながいたって、はい、お父さんがわー来て写真撮ってもらえますって言うんですよ、うん、で子供置いてはいはいはいって言ってふって行ったらベタにカメラを渡されたんですね、うん、ね、まあまあ、ね、あるこれでも結構ありますよ ね、これは頑張らなあかんとね、ね、伊勢もギリギリ近畿ですけどね。そうですよ、となったんです、グランドチャンピオンが、言うても取ってからまだ2週間ぐらいしか経ってない一番ホットな時に、まだホットな時ですよ、カメラを渡されたわけですよ、うん、で取って渡してね、うん、その家族らバーッと歩いてて左の曲がり角曲がった時にこれは伊勢の神様が、うん、調子乗ったあかんぞと、ね、MVS をいただいたからといっても初心に帰れということだと。なるほど。で多分嫁にね、うん、あれは神様の使いだと、うん、多分あの曲がり角曲がった瞬間に鳩に姿を変えて飛んでいったはずやと。やっぱ鳩ではない、おかしいでしょ、なんか分からないですけど、鳩では、ね、アマテラスが、はい、でもそれを言うてたわけです、うんうん、ほんで下宮か知りません、はい、終わって車でね、でとりあえず、はい、もうあの向かおうか、内宮、はい、子供が、うん、
うんち言うんですよ、うんうん、ほんでねうんち連れて行ったんですけどパワースポットすぎて、うん、殺傷能力があるぐらい太いうんちをするわけですね子供がパワースポットやからパワースポット関係ないでしょそれ違うんですか娘さんのポテンシャルでしょそれはパワースポットでしょいやどこのスポットでも多分そういうの出てるじゃないですか殺傷能力あるぐらいの太さめちゃめちゃ太いんですよ、はい、でこれやるなと以前まで来てよかった思って、はい、このパワーを俺うちに秘めて帰れんねや思って、はい、ほんでなんやかんしてまたバーッと車で行ってたで内宮の駐車場で混んでるんですねもう結構人もいっぱいで、はいはいはい、ほんでそこでもう待ってたんですよもう列を、うん、えー、ってなって、うん、ほんでテンパってる警備員さんっていません旗持ってもうどっちに指示していいかわからない状態なんですよ困りますねで僕一番びっくりしたんが、はい、あの大型スーパーで3方向から車来られてあーってテンパった警備員の人が上に上げた時はびっくりしたんですけど上ってなったんですけどこういったものですけどね行かないです分かれてる場合だよねほんでもうテンパってあってもう僕の車の前来て、うん、向こう向こうってやりだしたんです、うん、ねほんであこっちに入らんでええねやと、うんうん、向こうむっちゃ空いてるねん、うん、ほんで向こうにバーッと行ったわけです、うん、ほんでガラガラですよほんで車止めてたんですほんなら僕の止めた車の横は止まってないんです、うん、でその横に1台ワンボックスが止まったんです、うん、ほんで僕は何も気にせんとバーって今子供下ろしとったら、はいはいはい、さっきはすいませんでしたって言って振り返ったら親バタを親バトさっきの鳩がおるんですよさっきの角曲がって鳩になったやつがでもその時は鳩じゃないんですよね。もう人間にまた戻って、ね、戻ってさっきはすいませんでしたって言って神様ワンボックス乗ってるんですか神様の使いは皆さんワンボックスに乗ってますそんなことない。レンタカー岐阜ナンバーでした。ね、で、ああどうも言って、うん、行こう思ったら、その親バトの父バトの方がわーって来て。だからないですだからこれは。もうこれはただの鳩の化身ですよこれ。あって来た。僕の時で。はいはい兵藤さんに似てますねってもう村の駐在さんぐらいボケたこと言うてるんですねほんで僕は兵藤ですと言うたらおこれ写真撮ってもらわないとダメだなって言うんですよ、うん、で腹立ちますねどっちやねんと、うん、俺と撮んのかまた撮んのかどっちやねんと分かるでしょそれは兵藤さんとですよそこではいお願いしますって言ったらもう鳩の格好した悪魔ですよそんなのでうん、であそうですか言って、まあ、そっから内宮に行くまで、うんまあ、ちょっと距離ありますやん、はい、ほんで僕らは普通に参拝に来てるわけですよ、はいはい、ほんでわーって言ってたらその親父がね、うん、兵藤さんもあれですかみたいなことを言うてくるわけですよ、うんね、まずねそこでまず出会うことが僕は奇跡的だなと思ったんです、うん、今登場人物で言うたら僕と嫁と子供と鳩しか出てきてませんけど人はいっぱいおるからねそうですね言うたらねここで会ったのはすごいなと思ってたんですけどその人がねあれで来たんですかって言うからいや何ですかって言うたらその人曰くですよ、うん、違うんですかって言うてあの内宮っておかげ横丁ってありますやん、はい、土産物屋、はい、で土産物屋からあの橋がかかってて、はいはいはい、橋を越えたら内宮に入る、うん、その橋が掛け替わったっていう、うん、その人はね、はいはい、それは20年に1回掛け替わるんだと、はいはい、ほんでドクターコパさんが、うん、その人曰くですよ、うん、20年前に掛け替わった時に願い事をちっちゃい紙に書いて手に握って渡ったでそこに書いた銀座にビルが持てますようにって書いたのが願いが叶ったって言うんですよへその親バトが言うからよくわからないですけども、言うんですね、うん、ほんでそれで来たと思いましたよって言うて、うん、僕たち書きましたよって言うてなんか記念撮影みたいに家族並ばれて笑ってるんですよみんなね、うん、であそうなんですかと焦ってもてね、うん、書かなって損や損やと思いますね大人しよう思って、うん、でなんかないんか言ったら書くもないって言ったら、うん、その親バトがもうキューバさんの葉巻を出すぐらいにピッと僕のところに出してきようったんですよボールペンを高い葉巻を出すようにパッと出してきて、はいはい、お貸ししますって言うんです、うん、ほんでねあいいですかって借りたんですほんならね進んでいけるんですよ内宮の方に、うん、これめっちゃ鬱陶しないですかあの合計時間で言うと2分ぐらいしか顔見てへんから、うん、そんな覚えてないですよ顔も、うん、ほんでボールペン返しに行かなあかんしそのままボールペン持って参拝するのも嫌やから絶対返したいわけですよ視界に入ってる間にほんでねうわ書く前書くも神や神や神もないって言ってカバン開けたら初めて書いてくれたパパの顔の紙は入ってるんです小籔さんどうしますその時あなたならばそれはその紙の端っこ破ることは僕はしないですねどうします手に書いて渡るとか
電話したらよかった。いや一緒でしょ結局は、ね、手に変えた方がご利益ありそうな気がしますよ。ほんまに電話したらよかった。なんすか、もっと最悪な結末ですか。裏側やったんです、髪がパパの顔じゃなかった方やったから。だから絵を描いた方を向こう側にしてたから、ただの白髪に見えたと。見えてあるピリって言ってもたんです。ああ、ほんで僕気づかんと、はよかけはよかけとね、ほんで親バトたちはもう進んでいきよるんですよ。だからもうあかんねんって、もう見落としたら嫌やから言うて、俺から書く言うても、そうね、その瞬間に20年間かけてお願いすることなんかとっさに出てこないんですよ。ああ、ほんでバーン、もうとりあえず家族ね、家族が平和でありますように、家族が健康で暮らせますように、家族仲良く暮らせますようにって書いて、うん、でお前も書けって両面もバーってやって、もう僕はこうやって見て、うん、うわーって、はよせはよせと。ボールペンでしょ、だからボールペンです、ボールペンです。もうほんま安いボールペンやったんですけど、もうはよせって両面書いて、ほんでわーって追いかけていって、すいませんありがとうございましたって返したんです、うん、ほんで橋渡りましょうねって言うから、はいって言ったら、橋は端っこを渡ってくださいとか、ね、よかったそれ聞いてて。大きい橋って一休さんの擦り込みがあるから真ん中歩いてしまうんです僕ね。いやそれは橋を渡るなんて書いてたらの場合ですよ。橋を渡るなんて書いてないから別にどこでもいいんですよ。で擦り込みなんでしょうね、はい、で、あ、よかった、あんな橋渡ります、渡ったんですよ。ほんで渡り終わった、うん、よしこれでええわとね。で僕見た、で自分冷静に見た、家族のことばっかりですやん。で嫁に何書いてんって言ったら見せないんですよ、うん、なんでやねん、見せたらええやん。ちょっと嫌ですね、旦那としたらね、うん、なんやねんな言って、いやいや貸せや言って、ええから言って、バーッと取ってみたんです。びっくりするぐらいのことを、美容関係のことばっかり書いてるんですよ、僕家族ですよ、うん、嫁見たらまずトップ意味もわからないんですけど、肌プルプルって書いてるんですよ。意味わからへんと思って。CM やないですか。で、二、うん、つ目、はい、太らないって書いてるんですよ、うん、これ目標やんってなって。そうです、太らない体が欲しいとか、そうです、痩せたままでいさせてくださいと分かるけど、3つ目アホすぎて10歳若返りたいって書いてるんですよ。そんなもんハリウッド映画の題材やないかみたいな。叶うかっていう。ほんで俺は家族のこと書いたいやって言うたんですけど、うん、結果裏返されたら僕家族子供の破ってますからね。そうですね、えらいそっから嫁に怒られて、あ、それでなんかね、顔面半分割れて死ぬかも分からない。なんで兵藤さんの顔半分割れてここで渡ったわけですから。僕はあの割とこう新人深いんですよね、はい、やっぱりちっちゃい時から、うん、お坊さんの話とか聞くの好きやったし、うん、で、まあ、家の近所に住吉大社という神社があったんで、はい、まあ、夏と初詣ではそこに行ってたと、うん、やっぱ神さんとか、うん、あの仏教的なとか仏さんとか、うん、死んだおじいはここにおるとか、うん、思ってずっと生きてきてますから、すごいこう新人深いんですけど、うん、あのまあ、やっぱり売れたいというか、うん、なん今のままが今まあね、嫁はん専業主婦で暮らせてますけど、そのままずっと行ったらいいですけど、このまま真っ水平で行くことないじゃないですか、まあね、多少のアップダウンあると、うん、ほんならちょっと今グッと行っとかな、下がった時怖いなっていう。あ、なるほど。こっからこう行ったらもうファミレスでバイトですよ、うん、でも上がって下がったら今ですもんね。だからこの先下がるかもわからんから、今行けるだけ行っときたいみたいな気持ちも下水気持ちとしてはありますよね。なので僕はあの商売繁盛で笹持ってこいは、はい、一番好きかもわかんないです今。エベスタンス、はい、で今年も東海エベス家族で行ったんです。なんかまあちょっと昔は笹ってちょっと高かったじゃないですか、はい、でもまあちょっと最近はね、まあ、大阪ではテレビラジオに大活躍でございますから、まあまあ、お金もちょっとあるので、はい、まあ家の買おうか思ってでバーで行ったんです。ほんならまあ商売繁盛で笹持ってこいみたいなゾーンに入っていったと、はい、ほんならゾーンっていうのが大抵うっすら聞こえてますけどね。あのゾーン、その、まあね、境内の外でも売ってはるんですよね、ああいう笹とか、はいはい、で外で買うのもいいんですけど、なんとなく僕最初に買ったのが境内の中やったから、もう中で買いたい、うん、笹持ってこいゾーンでやっぱ買いたいみたいなところなんですよ、はい、まあ、嫁はんとこう商売繁盛で笹持ってこいって子供の手持ってほんでポン入れたと、うん、で一応樽の中子供から見せて、うん、いっぱいあるな言うて、うん、降りた、うん、まあ今の部分はしょってもよかったんですけど。いや臨場感がまたまた絵が浮かびました、ね、が行きます。ほんだらもう子供がぐわーもう何ですかね、へしゃげられそうなって、うん、前のスタンプこうしながらずっとこうやってかっこいい、ここ作らなダメですからね。子供のスペースもね、はい、ほんでおっさんまたグー押してくると、うん、何してんねんみたいな。絶対エベスさん怒ってるやろみたいな。行ってほんでまあ
ちゃんと笹でその福娘的な人ですかね、うん、バーッと並んではってその笹をまずもらって、うん、まあ、次この小判とか、はい、なんかエベスさんと、大黒さんですかのなんかちりとりみたいなんとか、はい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 、ありますやな、ありますね、ちりとりの顔ポンポンであるとか、はい、みたいなのを売ってるところにバーッて行って、はい、じゃあまあこれとこれとみたいな言った時に、はいはいみたいなで一個意味わからんやつあったんですよ。なんかこうな何やったか忘れたんですけど、なんか、まあ、米俵とかやったらご飯食べれますようにとかいうことですよ、はいはい、なんかそれでもない、なんやろこれっていうのがあって、これ何ですかって言って、その福娘の人だってもうすごい福々しい顔してかわいい、はい、すみません、これってあの どういう意味なんですかって、えこれはあの皆さんがいや外人かよ、いやいいんですよ、いいです、そうなんや、はい、まあ、留学生の方々綺麗な顔をして留学生の方かもしれないですけど、なんかすごい新人深い僕からしたらなんかちょっと騙されてるような感じが、いやそうですね、いいんですよ別に 外国の方やったら福娘あかんのかって、いやそういうことじゃないんですけど、はいはいはい、もっとこうねちょっとがっかりしたんですけど、まあ、ただ綺麗やったし、うちの娘があのお姉ちゃん綺麗やなみたいなこと言ったから、あ、なるほど、まあまあそれでいいかみたいなことで、はい、笹ですか小籔さんは。笹派です。僕笹派じゃないんですよ。え、チリトリ、でっかいチリトリ派ですか。いや違うんですよ、なんかあるある、こんなに高いご飯屋さん行った時でもここにあるでっかいチリトリ。いや僕ね、なんか七福神の顔を描いてて船で、うん、船がバーってなって、こんななんていうんですか、板にそれがくっついてるやつなんですよ。え、船が、はい、なんか僕がそれがエベスさんのものだと思ってたんですよ、うん、で、一回ね5,000円のもん買った時に調子良かったんですよ仕事が。お次7500円買った時も調子良くて、次1万円やったんです。これ上げていかなあかんと言われて、うん、1万円がなかったんですそこに、うんうん、ほんで違うとこ行ったらその笹とかいうか熊手になんか物いっぱいつける、うん、ほんで全部つけてください言うても1600円ですって言うんですよ、うん、こんなもんめちゃめちゃ下がってるやん思って、うん、で1万円つけてもらいますって言ったら、いやつけても意味ないって言うんですよその人は、うん、1万円分も、うん、でいや俺は1万円いるねんと、うん、落ちたくない、うん、今運がね落ちたくないって言って、うん、1万円分つけてもうたんですけど、米だからほんま30票ぐらいつけてるじゃないぐらい袋もどんだけ袋あんねんっていうぐらい、幼稚園の後ろかないうぐらい袋いっぱいついたって、でそんなんやったんですけどそっからなるべく早めに行くようにして、はい、この板のやつをね買うようにしてたんです、はい、で今年も行ったんですけど、うん、一応ね一応僕の仕事というかしてるパソコンの後ろを置いてるんですけど、うん、毎日こうねこうお願いしますっていう気持ちはあるじゃないですか。ほんでちょっと汚れたらもうビニール入れてるんですけど、ビニールの上から拭いたりして毎日やってるんですよ、うん、今年行った時にそれを返しに行かなあかんじゃないですか、うん、ね、うん、で1年間そこまでやってたのにもうどこに返すんやったかなと思ってたら、こんなドラム缶にブワーッと開いてるとこでおっさんこらんしててパッて見て、あ、いらんのって言うから、あ、去年のです、あ、そう貸して、はい、バサーンって入れられた、ってなって、で1年間やったしやったしがもうずっと頭に来たのにもう2秒もないっすよ、止めることもできなかったみたいな、おっさんの段、おっさんの段、段に変わった、びっくりしてもって、兵藤さんの熱き思いが、思いがあれは絶対陰でやるべきですよねそうですね、何の値打ちもないわ思って、まあ、また同じというかもう買いましたけど、うん、あれはちょっと考えてもらうと、そうですね、え今宮恵比寿に行くわけじゃないんですか。僕はあの家の近所恵比寿、はい、あなるほど、あそうですか。普通は笹とか熊手とかにいっぱいつけて、うん、なんかやるんでしょあれは。そうですね、やっぱりそういうのってもう古い感じで来てほしいんですよ。どういうことですか。だからやっぱ、うん、新しいものも素晴らしいんですけど、やっぱり変わっていくと悲しいものってあるじゃないですか、はい、まあ、うんうん、CD というね、うん、ものもすごくいいんですけど、やっぱりレコードが良かったとかいうのもあるじゃないですか、はい、で僕、今年37ですけども、住吉大社に行く時は12時回ってもいいという、家の門限やったんですよ。小学校の時からもう朝3時4時に帰ってきても住吉さんやったら別に構わへんという、うん、家やったんですね、うん、だから住吉さんに対しては僕すごい思い入れがあるんですけど、はいはい、昔はもう子供ですから、まあ、そんなにぐらいでなんか、うん、賢くなりますようにとか、はいはい、なんかそんなぐらいのものやったんですけど、はいはい、メインは結局あのお店じゃないですか。
はいね、うんうん、フランクフルトとか、はい、まあ、僕は食べませんけども、ね、はい、そのちょっと待ってください、何で、あ、肉やから、ね、もう食べへん何回も言うてますやん、だから食べへん言うてますやん、知ってるでしょ知ってます。ほんでベビーカステラとかたこ焼きとか、はい、金魚とかですやん、はい、でまあ昔言った銀杏細工とか、はい、知ってます、はい、とかなんか、あと細いでっかいパネルみたいなところに細いなんかおみくじみたいなのぶわ刺さってて、うん、あなたの生年月日のところ引いてくださいって誰もおらへんところに100円入れるみたいなやつとかあるじゃないですかこんなんでね、はい、あったんですけど、変わってきてるのになんです、僕何が一番嫌やか言って、はい、ケバブが、はい、もう住吉さんの経済の中で売られてることがもうちょっと許せないんですよ。あー売ってますね今。なんでこの神聖なる八百万の神々たちが作り保った神社の境内の中で元旦と呼ばれるね、正月からヒゲの生えたいいんですよ異国の方が肉の塊針に刺してゆっくり回して焼いてるやつを削いで売るなやってなるんですよ。なんないですかね。いや別に偏見じゃないんですけど、なんかちょっとまあそうですね、あのちょっと違いますよね。いやじゃないです、やっぱ適材適所あって、うん、肉細そいで、うん、たこ焼き乗せるね船みたいなやつにフォーやってはいってもうこんなん正月ちゃうって思うんですよまあ確かに何でも売ったらええっちゅうもんだよな、ね、はい、逆にその言えばイタリア料理店に行って、うん、レジの横にジンタン置いてるとかやっぱちょっと嫌じゃないですか、はい、まあ確かにそうですね。だからやっぱりこう適材適所あると思うんですよ。だからケバブは別にいいんですよ、ただそれはもうハロウィンとか、うん、分かんないですけど、なるほど、そのなんか求められた時にそうです、イメージ的なね、そうです、そうです、その正月から住吉さんでケバブは望んでないし、夏とかもトルコアイスとかこんなやりだすだから、ああもうダメですね、乗れてるよって、いやいらんいらんわトルコアイスを思って、なんか風情なくなってくるっていうのありますね。ありますよね、何でもおみくじでもこうガラガラってするのがええけど、今なんかこうなんか取るやつありますやんか、ね、塀の2番って書いたりとかして、うん、あのこれなんか渡してもらいたいんですよ巫女さんから ね、引いて自分で見てやってもね、うん、もう一回浅草花月の出番の時におばあさんずっとそこの前立ってて2番言うて勝手に言うてバーッと引いてはった時いやそれもまあそれでもいいんですけど引くか引けんかって自分の感覚で好きな番号で取るのはどうなんだろうという、はい、そうですね、ね、うん、もう一回2番大吉って知ったらもう絶対2番言いますからねあえて外してる自分もちょっと寒いし、ね、あとあの恋みくじってあるじゃないですか、はい、恋みくじも僕ちょっと笑けるんですよ、僕子供の時なかったですもん、そんなんなかったですね子供おみくじだけなんですよ恋みくじってなって、何なんですか恋みくじって、だからもう恋愛中心のおみくじですよってなもんでしょう、あー今度はもうねちょっとケバめの年が分かれへんすよ、このケバい何て言うんですか化粧してるやつは、見方によっては14やけどもう味方によっては23みたいな、その振り幅のある目の周りやたら黒い感じのよう似た化粧の軍団がファー言って恋みくじやって小吉やんかとか何やねんこいつら思って、いやそれはそれでええやんか、その子ら楽しんではるんでしょですけどなんか僕ちょっとやっぱ許せないですねあれは。だってさっきの多分ね橋の端っこ歩けって言ったらもう理由は神さん通るからちゃいましたっけ、多分なんかそうですね、でしょ、あれ神社の作法みたいな、まあ僕もそんな詳しくは知らないですけど、鳥居の中入って参道というかその本拠地あるじゃないですか、本拠地俺も怒られるから、町当たりですよ本堂本堂、うん、本堂とかそのお堂に向かって歩くときはあの石畳みたいな真ん中あるとダメなんですよ、はい、ね、多分僕が聞いたのでは神さんが通るから、あ、なるほど、お前らみたいな人間真ん中通るなと、だから通るなとも端っこ歩いて神さん行き来してくださいという、そんなことを勉強していかなダメなんですね、そういうのバンバン真ん中通ってましたよ、なんかうわめっちゃええなってマイナスイオン満載やな言うてマイナスイオン満載やな、パワースポット気が違うなとか言いながらずっと気触ってる人とかいましたわこんなこと言って気わーしてって気やー言うて気やでと思ったけど触らな分からんかった、その時に厄除けしてもうたんですよ、僕も40やから、あ伊勢神宮で前役なんですよ、ほう全然良くなかったですね、その伊勢神宮が悪いとかじゃなくて、受付してあれ一気に行くんですよね、だから15分ぐらいかかるから、うん、今やってる人のがおるから待機場所みたいなとこで、
で嫁に俺ちょっと前役やからそうやってもらおうわ、うん、やってもらいんだなんか伊勢神宮で厄除けって言うたらもうなんかええやんみたいな、うん、もうそれ終わった後ピッカーしそうです、ね、でしょ。ただ行った時にめっちゃややこしそうな軍団ねこんなボーってこうやっていかついねやっけきたおっさんとかそんな人らしかいないんですよ僕が受付して行ったら、で座らされたところが前がまたいかついおっさんで何のメーカー背中にこれぐらいの大きさでブルドッグがこうやってられたんですよ似てます似てます、ねはい、僕が正座してるここに、はい、こうなってニューヨークって書いてるんですよ共同大義さんって言われてもブルドッグがずっと見てるからいや場所これってなって、はい、絶対役なんかあるわ俺みたいなほんまですねあれ後ろ威嚇する意味ないでしょしかも役の時にと思いましたけどねまあそうですねタクシー乗った時に、はい、言うたかな30歳差 の, あの嫁さんと結婚したおっちゃんの乗った言うて知らない知らないその見出しいろいろ検索しましたけど、うん、いや初めて聞く話です30歳差の奥さんと結婚した、うん、運転手運転手だったんですよだから乗った時にね、うん、もうねもうその話題に入りたいんでしょうねなんかもうすぐクイズ出されてまだもう乗って5秒ぐらいですよわしの嫁何歳や思いまみたいなことある5秒ですよもうクイズかと、うん、ねでまあそうおっしゃるんですから、若いでしょうってなったら、うん、そうですってもうちゃんと正確なの忘れて31歳ぐらい離れてたんかな女の人がでそのおっちゃんが50何歳で嫁さんが、20歳そこそこぐらいへほんでいいですねって言いません男やったらまあ思ってるか思ってへんかベストして、はい、ポーンと来てとっさにパーンって打ち返すんやったらいいですねですよ ね,、うん、ですねこれはもう、うん、限りなくもうそのチョイスは間違えてないですよね、うん、でいいですねって言ったらそうじゃないって言うんですよ、うん、ねほんでねこうねまあちょっと椅子動かしてもいいですか、はい、もうねこの椅子がこうあって、うん小籔さんここに乗ってるとするじゃないですか、うん、もうそっからおっさん愚痴る愚痴るんですよ、うん、ほんでね、はい、わーやりながらね、はい、なんかね、はい、家帰ったらね、はい、ラザニアとかね作って待ってくれてまんねんって言うんですよ、はい、ほんでねあそれいいじゃないですかって言うたらいいじゃないですか信号待ちの時キューって止まってねわし濃いもの炊いたん食べたいって言うんですよ知らん分かります、はい、若いからバルギョントカリータとかあのなんか分からないですよスパゲティの名前は僕、はい、そんなんをマンドカリータはピザの名前あピザですか、はい、とか、作って待ってるんですって、うんうん、ね、はい、でねもうそんなんええねんと、うん、ナス炊いたやつとか、うん、濃いものタイタンが食べたいと、うん、もう50何歳ですね、うん、わしと、うんねうん、ほんでもうねそのおっさんネタになってると思うんですけど帰るでしょと開けて朝ほら待っとるんですよおーいいじゃないですかプリクラ撮りたいプリクラ撮りに行こう今ね、うん、まあまあそれはねって言うたらまたねキーッと待ってねまた振り返ってわし疲れ取りたいって言うんですよ完璧にネタになってるんですよなるほどほんで、はい、寝る時も腕枕しなあきまへんねうんかわいいじゃないですかわしまっすぐこうしな寝れまへんねんええとこないやないですかと、うん、でここでは言えない下ネタも言うてくるわけですよはい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 ねあなるほどその付き合いできないみたいなことそうです、はい、もう何かあったら先発みたいな抑えみたいなされるんですって、うん、ほんでうわ大変やな思ってほんで何が言いたいんかな思ったんですけど最後ねなんぼです言うてお金払うてそうですね言うてお金返してもらってでまあでも大変ですけど頑張ってくださいねって言うたらおっさんがねキーってまた止めてねお客さんでもわしごっつ幸せって言うたんですよ何の話やったんやなほんまそうですねしょうもないなんかスラムダンクの最後みたいですね振り返って一言言うのはいや言葉違いましたそういうことを考えるとやっぱ食べ物とかって大事ですよね、うん、大事ですまあはっきり言ってもうちの家庭なんで僕は迷惑かけてますからそうですね、まあ、言えば普通じゃないわけですよねだ
前も聞いたと思いますよ。でもお子さんとかはお肉食べてるんでしょ。食べてます。奥さんも食べてます。だから小籔さんだけ食べてるんでしょ。食べてない。だから2人が食べてるんですけど、僕の目の前では食べないというか、僕がおったらね、その料理は作ったもう一品作らなあかんから、僕がおったら魚中心になるわけですよ。ああなるほど。ほんで今日は帰らへん、遅になると思う、12時ぐらいかなって言ってて、意外と早終わって7時ぐらいに帰る時あるんですよね。はい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 。ほんでバッて家帰ったら、はい、パパみたいな、はい、帰ってきたんやて、おう早かったなって、おう言って、パッて食卓見たら肉料理わっさー普段我慢してたんかいみたいな。だから申し訳ないなと思いますけど。でも肉は目の前で食べられるのは別に大丈夫なんですか。まあ気持ち悪とはならないですか。まあ基本的には、大丈夫、全然大丈夫ですって言ってるじゃないですか、はい、でも、まあ、僕個人で言えば臭いですね。例えば、はい、あのフランクフルト、フランクフルトは目の前で僕が、はい、言ってガーってかじって汁みたいな飛んでうわー言って、いやその笑ってんのが腹立つ、その前で食べてることよりははー言ってるのが、もういや美味しすぎて笑ってまう時あるじゃないですか、これはうまいわこれ、はい、言って、はい、すまんのー言ってもう赤いハンカチでしょそれはのはもうそれは大丈夫ですか。あの外でじゃないですか、大体フランクフルトってそんな家のお方の中で食うもんちゃうから、まあ違いますね、外ですから匂いがパッと抜けるんですよ。ただ、はい、フランクフルト熱い腸詰め、はい、熱い腸詰め系食ってる人ってってきたらその息が臭ってなるんですよ。わかります。だからこれ自体は僕そんな臭ないんですよ。腸詰め系を食うてる彼氏とキスできます。できるんですよね皆さんは。そりゃできるでしょ。僕も大学口臭いですよね、おっさん的に、はい、でもじゃなくてまあこうケチャップとからしがパッカーなるやつこうやるじゃないですか、嬉しそうに。あれええわ、嬉しそうにパッカーやって、ニョロニョロやって、はい、グッグッ押したらパッて見たらこのヘネヘネのとこまでひっついてるけど、まあええわみたいなポンってやるじゃないですか。あれいつも見ながらゲッスイな思いながら食べへんのにものすごく詳しいのがよくわからないですほんでこう食べてね、先ちょこうなってちょちょちょってこう、はい、キューピーの頭みたいになってるところからポキンみたいな、はい、やった時にそれね、ぐっさってなりますね。小籔さん、フランクフルト食べるやつが全員って言うのはないし、フランクフルト食べてるやつ見ててください。大体いやいやいや、こうなる？ポッ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 っていう音鳴ってますよ。じゃあ誰か彼氏とかにフランクフルト食べて言って、ちょっと急ぎ目に食べて言ったら、一個乗っかってるもん。ハグじゃない、1個乗っかってるやん、急ぎ目って言ってるやんかいやでも大体こう急ぎ目じゃないですか。僕ら高校の時とかやったらコンビニやし、あ急ぎ目で食べたらなります、フーってなります、フーってなったらクッサってなりますね。だから臭ない肉と臭い肉があるんですよ。僕焼肉はなんか知らんけどそんな臭ないです。焼肉は臭くないですね。あとは、何でしょう、ユッケとかももちろんそういうのは臭くないですね。ハンバーグ、ハンバーグめっちゃ好きやわ。ハンバーグ食うてるやつに囲まれておるじゃないですか。囲まれてって別に4人テーブルでたまたま全員がこうハンバーグでこうやって取り囲んでるわけじゃないんですよ。これではないんですよ。いやまあみたいなもんですよ。その4人掛け4人掛けで8人おる、はい、その真ん中に僕おる、はい、みんながハンバーグ食う、はい、それいいじゃないですか。もう、はい、ね、食べるなということではないですから、はい、ただこうこれハンバーグやったら小籔絶対いけると思うけどなって絶対言うんですよ。ハンバーグ食うてるやつハンバーグ食うてるやつの8人に1人ぐらいは俺肉食われへんと思うな、これはいけると思うな何回言うてくんねんお前分かった言ってんの食えへんから俺みたいな。まあでもその向こうは初めてだし、それでマックス切れてもしゃあないですから知らないわけですよ、ね、いや俺何回も言われたけど食べたこともあるし、何回かチャレンジしたけど無理やったし、うん、もう無理、うん、言うとあのね、僕からしたら臭いもんをみじん切りにして、うん、あまあね、こねて、はい、まだ匂いの出る玉ねぎとこねて匂い封じ込めてるやつ割ったらそら臭いわいっていうそれまだ口の中入れてなってるんだから、だからだから何でも肉食うやつが最後フーというのはないです。だから食べたからこないだなみたいな、パッパーみたいなさあだからうわってなります。言わないですから。だからもう言えば剣道の小手、はいね、高校の男子の夏場の、はい、クラブ終わった後の剣道の小手をみじん切りにして玉ねぎと混ぜてください
卵入れて、それをフライパンの上で焼いて匂い封じ込めた、割って口の中入れて、でやった後にふーってやってください。3歳以下の子供やったら死にますよ。死ぬか死ぬか、多分臭すぎて。剣道の夏場のコッテ、コテ世界で一番臭いよ。もうそれぐらいの匂いなの。小籔さん、僕はもうコテかハンバーグかという。それはどうなんやろうな、そうしてんのかな。だからそうね、要はもうこんな肉こんなうまいの食べられて損してるなみたいな、はあ、じゃあって思うんですよ。じゃああなたは陽気比とかから比べたらだいぶ損してますよねっていう。どういうことなんですか。だからなんかお前だけが勝者みたいなふりしてるけど、じゃあ肉食べへんのが俺が敗者としたならば、お前も敗者やでって。ね、僕は NGK の舞台に立っている、立ってない、かわいそうにな、どう思うお前でしょ、うん、じゃあビルの窓拭きされてる方、あんな危ないところに俺をイケてるぜ感あるわけじゃないですか。あります。俺ゴンドラ乗ってるけどお前乗ってないの、めっちゃ損してんなって言われたらどう思います。っていうのを堂々と言うてくるデリカシーのなさ、アホです。なんかちょっと分かったような気がします。僕日頃はあんまりテンション高ないですけど、最近唯一高かったんマクド行ってテキサスバーガーって残り1個です、やったーって言ったよその時はもう大きい声で言いました、やったー言うてる。へえ、あれほんま夢はいっぱい積み重ねて、なんかこう肘置いてこうやってずっとしときたいわ何にもせへんこれだけやどんな関口宏ですかいやでも僕も子供の時とかシェイクとかね、はいはい、なかなかこう僕住野に住んでたっすから、住吉公園のそばのところにマクドナルドあったんですよ。無理だ、一駅中古田ぐらいのところにマクドナルドがあって、うん、でまあ土曜日になったらちょっと1000円もろて、うん、たまにですよ、で誰々と行ってくんねん言うて、みんな子供では行って、僕はまあもちろんフィレオフィッシュですけど食べて、うん、ほんでまあそのシェイクね、いちごのんとかば飲むわけですよ、はい、ほんでまあめっちゃうまいっすやん、うん、もうアイスクリームやのにジュースみたいな、はい、なんなんこれっていう、ストロベリーの味もするしってなもんで、うんうん、やってもう僕はほんまにそのゼリーのプールに入って、うん、ゼリーパンパン 50m プールにゼリーパンパン入れて、その中バーン入ってガーって組みながら前に進みたいという夢と、シェイクガーってやりたいという夢やったんですけど、やっぱ大人になったシェイクなんかもいたわ、何もでも飲み放題じゃないですか、はい、だから大人っていいよなってほんま思いますよね、はい、気持ちが半分まだ子供ですから、子供の時の思い出からしたら、どんなきお願いしてもどんなきいろんな方向で言っても買ってもらわれへんかったもんって未だに腹立ってるじゃないですか、はいはい、なんでなんっていう、はい、もうなんかだからもうこれやったら買うとか言うのを言わなみたいな、はい、俺になんか行動をまずそうですやらせてくれよと。だからそれもなくあかんって言われたものが結構あるんです僕、はい、俺が頼むポケバイズ買うてくれって言うたのに、うん、あかん自分らめっちゃ高い酒飲んで、あいやもうその酒をなんとか我慢してやなみたいなそれお前8本ぐらいで買えるんちゃうかみたいなポケバイはあかん、せやけど俺らは金持ちやからこれ飲むんやよ悪い、俺らは金稼いだな、おとん俺は金稼いでるし、おかんは俺を支えてる、だから俺らは金使うて言うんじゃ、でもお前らまだ子供やから何も買うたれへんわめっちゃ悪いこいつはもうって思いましたからね。僕一回連れんち行った時にめっちゃ連れの女の子とこの子の女の子泣いてるんです、小学校その当時2年ぐらいだったかな、めっちゃ泣いてるんですふんふんふんって犬を飼ってくださいって言ってるんですよ、もう末期やと、もう最後のお願いなんやろなって、もう敬語なってるし、犬を飼ってください、もうクリスマスいりません、誕生日もいいです、犬を飼ってくださいって言ってる人の子供ながら泣きそうなってきて、はい、ねえそれ本当に翼をください言われたら余計泣きそうなんですよ犬をくださいやからまあ子供たちが、まあねはい、そうで自分の子供がねそこまでなると
でも犬って正直生き物やし、僕あんま食うたことないですよ。死んだ時もすごいもう家族になってまうからわーってなるじゃないですか。で散歩も絶対行けんようになるでしょ確実に、はい、で僕の仕事になってくるわけですよ確実にね。でもね、そういうのはどうしようかなというのは今ありますね。なんか僕あんまり動物好きじゃないんですよ、はい、でも犬はその今昨今ちょっと過剰なペットブームに走りすぎてることもちょっと有識問題だなと思いながらも、ただまあ本とか読んでると子供が生まれたと同時に犬を飼って同じように大きくなっていき、でも犬の方が先死ぬから命の大事さみたいな、友達が亡くなる悲しみみたいなんで上層教育にはいいみたいな相手だから、すごいまあ飼ってもいいかな微妙やな、でもその飼うんやったら引っ越さななみたいな経済的な問題もありながら、まあ犬は日本の犬であればいいかなと思います。え、限られますよ。日本の犬って何おんの？まあ、俺分からへんよ。柴犬ね。秋田犬。おお。紀州犬。紀州犬。土佐犬。いやもう、もうえぐいやんか。まあ、いや。もしくは雑種。雑種。そしてなんたらかんたらリバーですけど、はい、盲導犬になり損ねた犬。はいてるんですか。はい、おるんですよ。盲導犬、盲導犬でね、なんたらかんたらラブラドールみたいな感じです。小林さん情報が1割半ぐらいしか入ってこないんですけどなんかそう、なんかベターっとしたね、うん、クイールみたいな犬がおるんですよ。それは訓練して賢かったら盲導犬になれるんですよ、うん、でもなられへん犬もおるんですよ、うん、なられへん犬は盲導犬になられへんからもういらんじゃないですか、はい、だからその盲導犬になられへんかった犬をこう一手に引き受けてるおばさまとか、うん、もうそれこうたろうかとか言う人おるんですよね。ほうほうほう。それはもう盲導犬なんてもう絶対いるべき犬じゃないですか、うん、だからまあそれとかやったらいいんですけど、うん、なんたらかんたらコーギーとかはもうコーギー限定も名指しですか。プードルもダメとか。プードルとかはどう。プードルもギリダメです。なんでダメなんですか。まあ、プードルは割と日本に根付いてますけども、はい、基本なしです。なんでなんですか。なんかそのこうてええけどの条件がなんか嫌やわ。なんかハワイ行っていいよいいけど寝たあかんとかなんかそんな理由みたいよう分からんけど、ね、楽しくない。それなんすか。じゃあファッションで欲しいんですか。いやそのそうじゃないフレンチブルドッグ好きになったん最近やんと思うんですよ。犬が欲しいんでしょ。そうです。犬フレンチブルドッグが欲しいんですか。それはにわかですよそれはって。そんなん言うてるからやれヨン様やれ24 右へ左へとこのこうなるわけですよ。別になってねえやないですか。ダメです。流行りに右左左右されるやつはもうろくな人生待ってない。僕はそう思います。おしゃれでこうてますもん。犬好きちゃうやんお前。カッコつけるためにこうてるやんっていうのがいっちゃ腹立つんですよ。犬好きで犬飼うんやと犬飼うたらええけどそれ犬好きなれよっていう。お前キャバクラとかやってるから金持ちで寂しいとか言いながらむっちゃ毛ぶわ長いガソリンスタンドの車あるやつみたいなドバーなったやつ、まあ、あれもあれには罪ないですよ、うん、こうてる方で素晴らしい方もいらっしゃると思いますけども、のすっぴんの眉毛細い髪の毛束ねた黒のロンティーに黒のなんかピッチッとしたスウェットみたいなんでこうカーンなってるやつでこないしてここのグーってなんかニャンニャンってこうやるやつのモストコみたいなんでわあ伸び縮みするやつありません、はい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 、このねそれでグー言ってるやつとか見たらお前カッコつけてるだけやんこれは死ぬまで可愛がんやろなボケよ。いや可愛がんなんかお前出からできてウッとなったらお前なんか客とかにもあげたりとかするんちゃうんかみたいなか腹立つんですよ。ねそれありますよ。絶対多い人は犬を愛してある方が多いと思いますけど滑ってる人もいますからね中には。確かにん滑ってる人犬怖いから、うん、話さんといてここでっていう時あるんです。公園とかでも話して、うんうん、どう見ても僕も襲われてんのに、うん、ね襲われてるやん大人がやのに、うん、なんかね捕まえることもなくねなんかベビーベビー全然けえへん、うん、そんなんでベビー戻ってきた試しないんちゃうぐらいベビーって言うて何言うてんねん輪っか捕まえに来いやみたいなそんなんはたまに感じますけどね、うん、なんかなんで、ね、動物好きになるんですかね人間ってこう。やっぱ可愛いからじゃないですか。それ以外は何もないような気しますけどね。これは冷たい人と言われそうですよ、はい、まさに斉藤由貴やなとは僕は思いますけどそのね
決めた人って動物好きって、うん、洗脳されてるだけちゃうって思わないですか。はあ、それもうちょっと具体的にもう一枚皮を剥いでいただいた方が動物、はい、嫌いっていう人の理由は怖いじゃないですか、はい、怖いですね、うん、確かに怖い、 だから怖いからいやそれ分かるんですけど、はい、怖くないけど嫌いっていう人ってまあ少なないですか。大体みんな好きちゃいます。動物もあれ嫌でね、オランウータンの赤ちゃんとか何が可愛いんですか。あれめっちゃ可愛いやないかなって、めっちゃ可愛いよめっちゃ可愛い、それめっちゃ可愛いよ。いやもう意味分からんす、こんな女と付き合います。女は付き合えへんよ。いや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 なるよ。いやバッサバサでチチバーンなってうーんってこれやられたら、いや違うやん。いやいやもう怖いし、目めっちゃでかすぎませんオランウータン。そら目はでかいですよ。頭コンってやったらポロって落ちそうじゃないですか。いいやないですかオランウータン、こうやってこうやってくるんですよオランウータン。いやいやなんでですか、オランウータンこんなことするやつ俺人生で初めて見たわ。こんなどうやってなるじゃないですかオランウータン。こなして手とかめっちゃリアルやん、真っ黒でシワシワですやん。ええよ、こんな手ですね。ええよやめなさい。何が可愛いんすか。可愛いやんか。それがオランウータンパーティーでどうもこんにちは言うてこうやってまだエレベーター降りていったら可愛いっすよ。可愛いないわ、怖いわちゃんと降りるときに閉める押してからパッて降りてくれたりとかしたらめっちゃ気遣いできとるやん。可愛いなってなりますけど、誰に挨拶振っとったんやこうやってボタン押してもうたから僕は全然人間をなんか好きになるってこと、血に汗つけたものを考えれてないんじゃないかと思うんですよ。やれ英語習うじゃないですか、みんなやれ英語習わないですか。やれ英語習いますよ。まさか娘さん英語習わせんちゃうでしょうね。いや習ってます、ね、習ってます。はい習ってます。こういう夫婦カスですよ、ほんま。なんでなんで習ってるよみんな。じゃあいいっすよ、まあ子供の時から英語を習わせればネイティブな発音ができて、そしてこの国際社会に貢献できるんじゃないか、これはいいんですよそこまでは、はいはい、その代わりその倍国語を勉強させてくださいよ。国語、あ国語ね、日本の英語の倍国語を教える気があるんやったらそれやってください。国語も大して教えんと英語ばっかり習わせてそれに金山ほどつい込んで二十歳ぐらいになったら適当になんかアップルとかアップルって言うだけの女が出来上がりますよ。そこでベラベラベラ喋れて、それこそインドから来たすごい賢い人となんかバー喋ってなんかね取引がどうのこうのとか言うてたらいいですよ。なんでいいんだよそのお互いそのアジアの最高峰同士がねこう喋って、インドの賢い人ってなんかごっつ仕事できそうですやん、いい人やし、でバー喋って、まあ、アメリカ人とも喋ってこの人やってて経済うんぬんかんぬん言うててやったらいいですけど、絶対日本語もできへん、そしてその英文はできへんけどたまにアポとかカンガルーとか言うてみたりするアホな女しか出来上がらないです。それやったら四字熟語の塾とかに行かせてください。どこにあんのそんな塾。あ なかったら解説するとか俺が例えばで、まあその英語はでもまあね、僕はまあいいんですよどっちでも、嫁がねって言うでしょ。その旦那が一番カスですよそれは一番あかんパターン、これ一番あかんパターンです、これ一番あかんパターンです。そうなんすかね。半々です、子供はお父さんの子供でもあってお母さんの子供でもあるわけですよ。嫁がね、まあそれこそ嫁がそれこそ早見優也から英語教えてます、そうやったら分かるんですよって言ったらそれはしゃあないしゃあないです。嫁がね、え、なんですか、早見優なんですよ、それは英語教えなあかんわ、それはそうだ、嫁が西田ひかるなんですよ、それはしゃあないわとなるんですけど、嫁がね教えてるから僕は僕のせいじゃないんですというふうな、もう教育を嫁はんに投げるわ映画、はい、責任も取らない、投げたのはあなたなんですから、それは奥さんがやった悪い行動は兵藤さんの責任でもあるということを考えていただきたいです。やめさせます。すぐに退会していただきたい。そうですね、
まあ言うても1年ぐらい通っとるんですけど、うん、娘が僕の前で喋った英語オクトパースだけでしたからやめさせてもええと思いますねそれだけしか喋ったことないんで。でしょ、はい、僕はダメだと思います、ね、はい、わかりました、というわけで、はい、なかなかやってまいりましたが、はい、もう終わりみたいですよ、はい、DVD も出ますんでまた皆さんぜひとも第2弾買っていただきたいと思います、はい、またよろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。